どうも、こんにちは。宮崎大介です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。今回は、イチゴの促成栽培の5月の様子をお届けしたいと思います。今回も兵庫県宝塚市で UU ファームをされている UU さんと一緒にお届けします。UU さん。こんにちは、UU です。今回もよろしくお願いします。じゃあ、今回もまずは UU さんに撮影していただいたハウスの様子から見ていきましょう。お願いします。はい はい。それでは、ここから悠々が紹介していきたいと思います。本日は5月6日です。結論から言うと、ちょっと見ていただいたらわかるかもしれないんですけど、かなりひどい状態になってしまったんですが、これ以上同じことを繰り返さないためにも、この様子を紹介していきたいと思います。4月の様子をまとめていくと、日中の平均気温は26.3度、日没時の温度の平均は14度ありました。ビニールハウスを見ると、側面、 のビニールはもう完全に開けっぱなしで雨の日だけ下げるような状態になりました。天井の遮光はありませんし、横の内張りもありません。それでは中の様子を見ていきたいと思います。こちらが全体の様子です。ジャングルのようにちょっと茂って、かつ病気が凄まじく出たという感じです。パーとーに見ていくとこんな感じです。うどんこ病が 大爆発している感じです。茎とかにもこのように見られます。もう実の収穫というか、そんな形もなく、まあ、もちろん実もひどいんですが、それ以上にもう株自体がやられてしまっているという感じです。UVB の効果についても見ていきます。UVB の近くは効果が出ているのか、あまりうどんこ病が出ていません。 ただ完全に出ていないかというとそうではなくてこのようにうっすら出ているものや茎に出ているものもありますなので確かに UVB は効果はあるとは思うのですがこれだけで抑えることはできなかったみたいです次に UVB がないところも見ていきましょうこの辺は UVB から最も遠い場所です一番近くの UVB はこちらにあります1メートル ほど離れている場所です。この場所だと、ほぼすべての実や葉、そして茎にうどんこ病を見ることができます。今までベニホッペという品種を紹介していましたが、今回種子繁殖型のベリーポップについても育てていました。ベリーポップ春日、ベリーポップ鈴という2種類があります。こちらが鈴で、ちょっと見にくいんですけど、奥。 のレーンがる日になっていますこちらもうどんこ病がかなり出てしまっていますこのような感じで生育は旺盛になりつつあったんですがかなり残念な状態になってしまいましたはいこのようにかなり悲しい感じになっている現状です うどんこ病がここまで出てしまっていたんですが、それまでにやっていたことを紹介します。まず、うどんこ病が出てからは、次亜塩素酸水を規定量散布しました。ですが、やはり言われている通り、治療の効果はなかったようです。次亜塩素酸水は、発病する前に巻いて防ぐ効果はあるそうなんですが、やはりやってみたんですけど、治療の効果はなかったようです。次亜塩素酸の他には、ボトキラという農薬を使っていました。それは、ここにある、ダクトで、 散布する方式でして、それを毎日続けていたのですが、一度出てしまったやつを治療する効果は得られませんでした。化学農薬を使わない場合、一度病気が出てしまうと、なかなか治療するのが難しいというのを身にしみて分かりました。なので、もう次回は定食する段階からある程度必要な防除を全て終えるぐらいの準備が必要かと思いました。これについてはまたまたお話しさせていただけると嬉しいです。 続いて、2022年の秋に植える苗作りについて紹介します。前回、宮崎さんと撮った動画の香りのがこちらで育っています。自動で乾水できるようになったりだとか、そういう新しい取り組みを始めたので紹介します。前回の動画からポットに植え替えをして乾水の仕組みをつけました。ポットはこの大きさ、昨年同様にヤシラを入れて育苗をしています。 株一つ一つにこのドリップピンが刺さっていて少量多管水で水をやっています。仕組みとしては株の根元に土壌水分を測定しています。購入した親株の大きさは大体一緒です。ですので一つの株の土壌水分量を測って乾いてきた時に水をやっています。少量多管水をする必要は実際ないなと。 正直思っていたんですが、少量多乾水だと下から排液を出さない乾水ができることが分かりました。なんでこちらを使うと排液回収の仕組みを作らなくても育てることができるかもしれません。今こちらで乾水している株は、この別に作った水をあげています。こちらはだいたい EC が0.8ぐらいです。 水道水が250から300ぐらいなので、それに500ほど肥料を足しているような状態です。また実ができています。実を取るための株ではないんですけど、ちょっと食べてみようかなと思っています。少し親株が大きくなるまでランナーは取っていたんですが、そろそろ育てていこうかなと思っています。このような感じで時期の苗作りを進めています。 来年の栽培に向けて新しく作ったものも紹介します。こちらは車のラジエーターを使ったヒーターになるものです。今年の無加温栽培はちょっとかなり難しいということが分かったので、せめて化石燃料を使わずに暖房をして、今回失敗してしまったような病気、灰色カビ病とかうどんこ病、これらを抑え込んで栽培したいと思っています。 このヒーターをどう使うかというと、ここは暖かい水が流れます。暖かい水が流れている時に、風をファンとかで当てると、うまくこの表面積が多いラジエーターで冷やされて、暖かい風が出てきます。これによってハウスを温めるということをしたいなと思っています。具体的には太陽熱温水器を使って水を温めて、このラジエーターの中に通す。そして暖かい空気を取り出す。ということをしようと思っています。 こちらに加えて別の動画で紹介してもらった薪ストーブ。もみがらいとというもみ殻で作った薪を燃やして作っているストーブ。こちらの2個を使って2022年のいちご栽培は病気を抑え込めたらなぁと思っています。他に除湿器を仕込んだりとか、このようないろいろな機材や方法を使って栽培を進めていきたいと思っています。 こちらは大きい車。トヨタのハイエースのラジエーターを使って作るストーブになっています。農研機構さんが作り方を PDF で公開してくれています。ですので僕もそれを参考に作りました。実際にはここに当たってしまうとフィンが傷んでしまうので覆うカバーが必要になります。農研機構さんの作り方ではそちらもカバーされています。 全体像だけ見せておきますこちらから温かい水が入ってこのフィンの中を通りますこの青いホースでこちらに渡ってまたフィンの中を通って奥のパイプから冷たい水がまた排出されるような形になります温かい水を入れる冷たい水が出てくる でそれをまた暖かくなる場所に、ストーブだとか、ボイラーとか、そういうところに回すことで循環して暖房として使うことができるはずです。作り方の詳細は農研機構さんが公開されておりますので、そちらを見ていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、ゆいさん、撮影ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。 じゃあ、今回はちょっと4つのテーマに絞って話をさせてもらいたいと思います。最初、うどんこ病の話をして、次に自作の栽培の話をして、それから苗作りの話をして、最後にラジエーターについての話も伺いたいと思います。まず、うどんこ病が大量に発生してしまったということなんですが、ちょっと仕方がない部分もあって、今回、うどんこ病が大量に発生した理由をちょっと考えてみると、 一番大きな理由としては、品種が紅ほっぺだったっていうのがあると思います。紅ほっぺっていう品種は、私大好きで、味も美味しいし、身も大きいし、収穫量も多い、もう本当に最高な素晴らしい品種なんですけど、欠点としてうどんこ病が出やすいっていうのがあります。うんうん、なので、あのまあ、うどんこ病が出たというのは、一つあると思います。1年前の四つ星をメインでやってた時は、 まあうどんこ病出たけど、そここまでですすごいいひどっってことはなかったですよ、ね、もううどんこ病出たか出てないかわからないというか、意識しないぐらいの本当対策とかで身は取れてたので、今回、品種が違って、うどんこ病に弱いよっていうのは聞いてたんですけど、これほどとはという。 確かちょうどあの一年前の4月ぐらい、5月ぐらいってなんか大量にイチゴがなって、知り合いにイチゴ狩りしてもらったみたいな。そうです、そうです。もう自分じゃ全然取りきれなくなっちゃって。それぐらい取れていたんだけど、それは四つ星という品種で、今年は紅ほっぺという品種だったので、だいぶ事情が違ったという。病気に弱いよって聞くのは舐めてたら 全然ダメだなっていうのを痛感した。イチゴってやっぱ品種によって特徴がだいぶ違うので、それに合わせた対策が必要になりますね。ただ、あの、まあ、それが分かっていたので、あじゃあ今年はちょっと UVB を使いましょうということで、UVB を使ってもらって、3月まではほぼ抑えられてたっていう感じですよね。そうですね。3月まではほぼ、まあ、あってもちらほらあるかなぐらいですね。UVB で3月までだったら、 殺菌剤使わなくてもいけたっていうことなんですが、まあ多分4月に入って、えー、葉っぱがかなり茂って、えー、それで光が当たりにくい。UVB の光って当たらないと意味ないので、まあ、なかなか当たりにくくなってしまったとか、あとは温度が、冒頭の部分で温度をいろいろ教えてもらってますが、本当一番うどん工業にとって理想的な温度の条件になってきたっていうのもあると思います。うんうんうん あとは株自体も病気ってどうしても植物の状態が悪くなると一気に発生するっていうのがあるので、それ前までにこう温度が高くなって生育のバランスが崩れてきたというか、そういったのもあって発生してしまったかなと思います。次亜塩素酸水を散布してもらったんですけど、次亜塩素酸水は炭素病と灰色カビ病には効果があることが認められてるんですが、うどんこ病には <laughs> あの、効果があると認められてない。まあ、イコールないっていうことなので、ジ、うん、亜塩素ンソ酸水の散布自体は意味がなかったかなと思ってます。<laughs> すいません。間違えてました。僕の勘違いでした。で、あと、ボトキラーについては、ゆうゆうさんが動画でもおっしゃってたように、予防的な効果なので、発生してからが辛いっていうのと、なんかどちらかというと、ハイカビにとっては、あの、予防効果が結構あるんだけど、うどんこ病で、かつ、 紅ほっぺってなると、予防自体もかなり厳しいのかなっていうのは思ってます。教えていただきたいんですけど、もし紅ほっぺを暖かくなる時期に育てるってなったら、棒状の時からしっかり農薬散布するっていうのは基本になってくるんですかえ棒状の時っていうのは、予防するってことですかあそうです、うどんこ病をもう出る前に予防のために農薬を使う。 うどんこ病の場合は、予防的に殺菌剤をまくってことは、やらないことが多いです。ちょっと発生したら、その時に散布するって感じですね。もう全く出てない時に、その強い殺菌剤をまくってのは、あんまりやらないと思います。強い殺菌剤しかない感じでしょうか化学合成成分のうどんこ病用の殺菌剤は、まあ、一応効果が強いと言われていて、とは言っても、うん もう抵抗性がついているものとかもあって、いろんな県の試験場のデータとか見ると、なんかこの農薬はもううどんこ病にあんまり効きませんみたいなのもあったりするんですけど、うん、有機栽培とかでも使えるようなやつだと、カリグリーンとか、粘着くんとか、はい、そっち系のものだったら、まあ予防的に散布するというか、別に予防効果はないんですけど、 ただ、うどんこ病とかも、ほんのちょっと発生してても、人間って気がつかないので、人間が気がつくぐらいって、まあまあ、増えてる時なので、うん、その人間が気がつかないぐらいの時でも、粘着くんなりカリグリーンとかを定期的に巻くことで、大量発生しないように抑えるっていうのは、やる場合がありますね。ちなみに今回って粘着くんとかカリグリーンとかって、あんま参ってないですよね。カリグリーンは巻きました。灰色カビ病がひどかった時に結構使っていた。 感じですねでそこからちょっとジアエンソさんに置き換えたりちょっとカリグリーンのままでいったらよかったのかな農薬減らしたいなっていう思いがちょっと先行しすぎてあの多分これが四つ星とかだったらカリグリーンだけでもまあまあ抑えられたとは思うんですよただやっぱりカリグリーンだけで完全に紅ほっぺで出さないっていうのは結構難易度が高めでかつあれだけこう葉っぱが生い茂って しまっているっていう状態だと、あの、厳しいのかなと思いますね。で、あれだと、多分、強い殺菌剤使っても、なかなか止められないぐらいだと思います。うん,うんうん。もう人間が認知した瞬間ぐらいでも、もう、その時にしとかないといけないって感じなんですね。やっぱり少なめの時に抑えるっていう、その方が逆に農薬の使用回数を抑えられるようなのはあったりします。今ので、うどんこ病の話はちょっと終わりにして、自作。 次からどんな栽培をやっていくのかの話をしていきたいなと思います。でそこはやっぱりうどんこ病の話とか、まあ、その他いろいろ含めて考えていきたいなと。まず前提条件としたら、今年は紅ほっぺを使ったんですが、自作は香りのとベリーポップ春日とベリーポップ鈴と四つ星の4品種をやる予定ですよね。で、まあその4品種の方が紅ほっぺと比べたらうどんこ病が出にくいので、あのその点は いいポイントというか、うどんこ病対策、今年ほどは苦労しないかなと思ってます。うん、ただ、昨年の苗作りで炭素病で結構枯れてしまったので、まあ、一応炭素病の抵抗性がある香りのを使うんですが、いや、香りのも大丈夫かな、炭素病で枯れちゃうんじゃないかなっていう心配がちょっと私の中ではあります。うん、苗作りの話はまたちょっと後に置いておきましょう。その4品種を育てた場合、どんな問題が起きそうな なのかなんですが、やっぱり冬の寒い時期の灰色カビ病は結局出るだろうなと思ってます。なので、この灰色カビ病の対策をちょっと考えましょう、はいあの。うどんこ病も結局は出るので、紅ほっぺほどではないにしても、うどんこ病の対策も考えましょう。害虫に関しては、アブラムシ、肌にアザミウマなんですが、はい、今年の漢字だと肌には UVB で、 だいたい抑えられそうで、あとキモンフとか場合によっては点滴製剤を使えば大丈夫そうだなと思ってます。で、アブラムシもアブラバチでだいたいいけて、冬のすごい寒い時期だけは。 あの、油鉢がちょっと劣勢だったんですけど、そこだけ何かクリアできれば問題なさそうだなと思ってます。ユうゆうさんのハウス、アザミウマがあんまり出ないので、まあ、ちょっとアザミウマは置いておいて、ガの幼虫にめちゃくちゃ葉っぱを食べられてたなって映像を見ていて思ったので、多分ガなんですよね。これですよね。ガの種類って、ハスモンヨ,ヨトウムシ、オオタバコガとかあるんですけど、そういった がをやっっっつけてててくれる農薬って何種類かあって化学合成成分のやつもあるし有機栽培で使えるやつもあるので、はい、そのあたりを使って、はい、必要に応じて抑えていけるといいかなとこ,こからちょっと栽培についてなんですが今年って目の数を放任にしてすごいたくさん10 10名とかって感じでしたよね。はい、そうですね。管理したことなかったです。あれやると収穫量がすごい増えていいんですが、やっぱりどうしても収穫量を追い求めると、病気害虫が発生しやすいっていうのがあるので、うん、今までは収穫量と農薬使わない栽培両方やろうって頑張ってきたんですが、難しいなってさすがに思ってきたので、うん、一旦収穫量は諦めるというか、なめにして農薬とかあんま使わない方を最優先でいきたいなと思ったので、目数は一目か 二目ぐらいにしましょう。はい、わかりました。今、二段栽培をやっているんですが、若干その二段栽培も考えなければいけないかなと思ってまして、二段の方が単純に収穫量って2倍近くはなるんですけど、どうしてもあの葉っぱの枚数が多いので、蒸散量が2倍、排液の量とかも2倍、湿度がすごい高くなって肺炎カビが出やすい、空間の中に植物の株数が2倍になるので、それだけうどんこ病とか、そういう菌も 2倍増えるみたいな。かつ UVB つけてるんですけど、普通 UVB って1段の高接ベンチで使うもので、やっぱり UVB って普通は2段だとあんまり光がよく当たらなくて良くないって言われてるので、その UVB のうどんこ病抑制、肌に抑制効果っていう面でも、やっぱ2段よりは1段の方がいいっていうのがありますが、ゆうゆうさんどう思いますか優先順位が今まで本当に量を取りたい、もやく使い。 みたいなだったんで追い求めすぎてて2と追うものは1ともえず的な感じになってたと思うんで一旦ちょっと初心に戻るというかやっぱり農薬使わなくて他のなかなか栽培場だったらできない実験みたいなところをちょっとしっかりやっていきたいなと思ってますなんでそれでいったら1段にするのもありかなとそれでうまくいったらそこからまた考えたらいいかなぐらいで考えていますそうしたら1段にしちゃうのもありだと思います で今って上がプランターで下がシート式なので、下のシートだけにするか、まあ、逆に上のプランターだけにして、まあ、ちょっとプランターの位置を下げるとか。現地見てどうするかっていうのを改めて決めさせてください。そうしましょう。もし2段でする場合だったら、今回の親株の栽培で使ってたような土壌水分センサーを使って、うんはい、排液をほとんど出さないような、 やり方にして、その排液の水分の蒸発を防ぐとか、葉っぱからの蒸散量も抑えるとか、草丈もかなりコンパクトに育てるとか、収穫量減っちゃうけど、病気が出にくい、UVB の光当たりやすい状況を作れるといいのかなと。うん、UVB の光が当たるっていう観点だと、UVB を増やすっていうのも、まあ、ありかなぐらいな感じですかね。上段用、下段用みたいな。増やすのはありで、ただ下段用だと。焼きしちゃうかな。 はい、そう距離が近すぎるから、長段をもっと上げなきゃいけない気がしますね。うん、ただ、それか、あの、ハウスの一番外側の通路になんか斜めに設置するとか、はい、あと今回ちょっと入り口側とか、つ、うん、面側若干足りなかったかもしれないので、あそうですね、そうですね。なんか一個ずつ増やすとか、私個人的には二段ベンチは、 好きじゃないんですよ。じゃ、なんでかって言ったら、はい、まあ結局病気対策とかが結構めんどくさいっていうのと、あの私、腰痛持ちなので、腰をかがめる作業がめちゃくちゃ嫌なんですよね。ああ、なるほど。降雪ベンチ1段だと腰を全然曲げなくていいので、すごいあの腰痛持ちの人に優しいんですけど、その辺は大丈夫でした ?2 段栽培。僕、まだそんな腰痛持ちになってないんですけど、それで コスに爆弾抱えるのもちょっと怖いなって思ってて <laughs>。あとは、今まで2作無加温栽培で暖房機一切なしでやってきたんですが、今年の熱源としてはラジエーターっていう予定ですかね。僕の中ではちょっと2つあって、ラジエーターと太陽熱温水器を組み合わせるのが1つ。あとは水耕栽培でレタスを作ってるんですけど、そこで使ってる暖房が、 化石燃料を使ってない暖房なんで、それを使おうかなと思ってます。それはなんか揉み殻を燃やすっていう、なんか揉み殻を固めた薪みたいなものを燃やしてて、もみがライトっていうんですけど、その揉み殻ライトの暖房、これが二つ目で、この 2個使おうかなと思ってます。ラジエーターのその太陽熱温水器は自分の中では魅力的なんですけど、雨の日とか曇りの日とか逆にすごい寒い日っていうのはやっぱ効果がないかなっていうのはなかなか指摘されてて思ってて、太陽熱とラジエーターは補助にして暖房っていうのはやっぱしっかり使おうかなと思ってます。あと除湿器どうします入れましょう。 ちょっとじゃあ、やり <laughs> ましょう、除湿器は。冬、ちょっとでも温度が上がれば、まず1個は結露が防げて、灰色化病が減るっていう良い,いことがあって、あとは油鉢が寒すぎて活動を停止するっていうのがなくなって、あとボトキラーもですよねあ。そうですね、ボトキラーの温度も、最低気温10度以上を維持するっていうの、うん、も、 良くなる。バチルスキンの活動が活発になるっていう良いことがあって。で、ただちょっとマイナス面もあって、温度が高くなるので、うどんこ病の活動が冬から活発になる。あと、肌にアブラムシあたりの繁殖スピードとか活動が活発になる。あとはあれですね、花が咲いてから収穫までの日数が短くなるので、ちょっと甘さが弱まるみたいなっていうのも考えられますね。でもまあ、大体、プラスの方が勝ってると思うので、うん、できれば。 やちょっとまたうどんこ病の話がちらっと出ちゃうんですけど、うどんこ病って湿度が低くなったら出にくいとか、そういうのってあんまりないんですかねなんか人によったら言うんですけど、実際は湿度が高くても低くても両方出るっていうのがうどんこ病の厄介なところで、温度がその、まあ、なんか10度から20度ぐらいっていう、うん、人も過ごしやすい、植物も過ごしやすいみたいな温度帯ですごい出るので、うん、あんまり湿度、うん 関係ないですねじゃあ次はちょっと苗作りの話をしましょうまずこれから暑くなってきたらハウスに遮光した方がいいかなと思いましたドリップピンのチューブとランナーが交差して作業しづらそうだなみたいなのを思ったんですがやっぱ点滴チューブよりはドリップピンの方が使いやすいですか僕が結構ドリップピンが好きなんですけど何でかっていうと僕とかのハウスはすごいちっちゃいんで。 点滴チューブってやっててやもそんんななに長くないんですよその中で点滴チューブ使うと水を出し始めた時に手前と奥で水の量結構違うんですよねだから手前と奥で生育の差がすごく出ちゃうので土壌水分測るってなった時にそうなるとちょっと不便だからドリップピンかなと思ってたんですけどごちゃごちゃになるかもなっていうのは言われて思いました。私にイチゴ栽培のことを教えてくれた先生も ドリップピン派で、やっぱ点滴チューブじゃダメだ、ドリップピンがいいっていう人でしたね。れそれの理由は何だったんですかあやっぱり均一性っていうのは。 ああ,ってあんな点滴チューブなんて全然均一じゃないっていう <laughs> 厳しい <laughs> <laughs> であとコスト的にも初年度の費用は絶対点滴チューブの方が安いんですけど点滴チューブっても毎年交換するので,でドリップピンって結構長い期間使えるから、うん、実はドリップピンの方が安いみたいなそうなんですねなるほど。うん あとあの、今回ってポットが小さいから、1株に1個ピンが必要なんですけど、プランターとかだったら2列で4株で真ん中に1個のピンでも別にいけるので、意外とそこまでピンの数も、降接栽培とかだったら多くなくてもいいっていうのがあって、うん、でも、日本全国圧倒的に点滴チューブ派が今優勢ですね。<laughs> <laughs> なんで、ゆゆうさんちょっと。 ドリップピン派として勢力を拡大していってください。<laughs> 拡大しようとは思わないんですけど、マイノリティなりに頑張ります。<laughs> やっぱ炭素病がそろそろ心配な時期なので、うんうん、梅雨の間とかね、ちょっと温度低ければ雨よけハウスだし、水はねもないのでいいんですけど、梅雨明けて気温が一気に上がってみたいな時はあのいくら炭素病に強い香りのであったとしても心配なので、 同在でしたっけ？有機栽培でも使えて、かつ炭素病予防にも効かれてですよね。ちょっと予防的に散布をしてもらいたいなと思います。わかりました。ランナー今受けようと思ってるところで、ただなんかランナーの出るスピードと大きくなるのはちょっと。 遅いなと思ってるんですよ。遅いなと思ってるのは、ベニホって育ててたんですけど、暖かくなってくる3月から4月ぐらい、毎日ランナーめちゃくちゃ出るんですけど、今回の香りのになったらんあんまり出なくて、気になってるのは水の量少ないのかなと思ってるんです。排液今出してないので、水ってどれぐらい上げたりとか、排液率どれぐらいにした方が実際いいよみたいなのってありますか排液は 大体20%とかを一つ目安にするんですけど、<ー>ただこれもその点滴チューブだと結局水の量が不均一なので、例えば5%だとどっかは足りてないみたいな感じになっちゃうから、まあ、20%全体で出てれば少なくとも足りてない株はないでしょうみたいな考えなので、 あの、ゆうゆうさんのドリップピンで精度がかなり高い、均一に水ができているのであれば、排液率はもっと下げてもいいと思いますね。もうちょっと上げるようにしてみようかな。今ちょっと全然出てないぐらいなんで、うっすら滲むぐらいで、最低でもちょっとやるようにしてみますね。液体肥料でやってたら、水の量が多い肥料の量も多いになるし、うん、逆に少なかったら肥料も少ないってことになるので、まあ、多い方が肥料を与えている量も多くなって、育つのが早くなるかなと思います。 あの、ランナーが出る本数って品種によって違ってて、紅ほっぺやっぱね、多いんですよ。だから、紅ほっぺだとバンバン出すけど、まあ別に香りのも少ないとは思わないですけど、うん、あの、中には全然ランナーを出さないっていう品種もあって、日本の品種だとほとんどないんですけど、海外の品種だともう本当にランナー出さないから、うん、脇芽を使って苗を増やすっていう品種もあるぐらい。あ、そうなんですか。へ初めて聞いた。実は品種によってランナーの出方は、 違うんですけど日本だとランナーの出が悪い品種は品種を作る育種の過程でもう除外されるんですよね。これもう商業的にあのランナー増やす栽培に向かないからこいつは品種にしないっていう。すみません、ちょっとちょちょちょ待ってください。非常事態が。<laughs> いや、やばい。<laughs> めっちゃウケる、ゆいゆうさんが非常事態でいなくなった。あが 猫が窓を開けていなくなりそうになったっていうすみません。猫お名前は何ちゃんですか。オスでウニと言います。<あ><猫>ウニ。ウニの色してるかな。ああいいですね。可愛 <laughs> い,い。何いですか。八歳かな。おおまあまあ、はい、年いってる。かわいいですね。はい、<laughs> そうですね。はい大学生の時に拾った猫です。えー、ウニちゃんウニちゃん呼んでるよ。 緊張してるんか固まっ緊張してる、はい、かわいいですね、はい、いいな猫あバンダナもしてる、はい、あそうですねあ言っちゃったはい <laughs> バンダナしてましたすみませんいえ,いえありがとうございますウニ、うん、ちゃんかわいい、はい、じゃあ次はラジエーターの話をしましょうあれすごいですね自分で作ったんですよね ああでもね、あれはやり方はほぼ農研機構さんが公開してくれていて、なんでそれに結構従いながら作業した感じですね。なんかあれ、私も見たんですけど、めんどくさそうで手が出ない感じだったんですけど、ゆいゆうさんだったら、あ,あ全然これいけるなって感じですか。あい,やいざやってみると、やっぱり使ったラジエーターの品種も違うのかな。なんか車ってやっぱりずっと年代もあって。 僕もちょっとその辺分かんないんですけど、多分使ったやつが紹介されてたやつとはちょっと仕様が違ってたんで、パイプの位置変更したりとか、結構そういうのはありましたね。でもやっぱり結構マニュアルが詳しく書いてくれてるから、何もないところから作るよりは全然作業イメージもしやすいし、いいかなと思ってます。ランジエタってどこで買うんですか僕は Amazon で買いました。あ、売ってるんですかはい。僕もびっくりしました。あれ、使いました。まだ使ってないですね。で、冷水をつないで、 冷やすこともできるってことだったので、はい、あのゆうゆうさんのハウスって隣にあの井戸がありましたよね。はい、井戸ありますね。こんなやつす。そう、なんかその井戸とつなげたらいいんじゃないかなって。地下水って温度が1年中一定だから。いけると思います。まだやってみないとわかんないんですけど、すごい寒い日だったら冬もできるのかな。気温より暖かいはずですもんね。 なのでちょっとまだまだそういうところも井戸水で冷やすとか、そういうのもできたら面白いかなと思ってますね。わかりました。じゃあこれで今回は終わりにしましょう。こんな感じにゆうゆうさんと一緒にイチゴの試験栽培をやらせていただいておりまして、化学合成成分の農薬を一切使わないという栽培に挑戦しております。 昨年は苗が全滅してしまったりとか、今年はうどんこ病が大量発生したりとか、まあ、なかなかやっぱり出現するのはかなり厳しいなと思いつつ、でももう虫はほぼいけそうだなというのがあったりとか、病気も品種をあの選んだりとかすれば意外といけそう。で、かつ化石燃料を使わないっていうのも投、灯油 重油両方使わない栽培もいけそうだな、みたいな。少しずつ近づいている感じはありますね。毎月いろいろね、動画で紹介していますし、その毎月のやつとは違う動画もあったりするので、ぜひ興味がある人は見てみてください。ただ、あの、すごくチャレンジングな内容というか、あの、大失敗しても問題がないというか、大失敗もチューブ的には面白いというような、 考えでやっているので、生活がかかっている農家の人は、絶対に真似をしない方がいいです。で、あと、あの、ゆうゆうさんはいろいろねあの、機器の開発等もやってますし、水耕栽培でレタスの栽培とかもやっておりますので、そちらの,あの動画もあるし、あとは概要欄にリンクがありますので、興味がある方はぜひそちらをご覧ください。では、今回の動画が面白かった役に立ったと思ったら、ぜひ高評価お願いします。 質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭、菜園、観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では、次の動画で会いましょう。ではまた。